皆さん、こんにちは。システムエンジニア入門です。いつもご視聴ありがとうございます。今回は USB について解説していきます。まず、簡単に動画の内容を説明します。最初に USB とはどのようなものかを説明します。その後、USB 端子の形状、通信速度について説明します。最後に USB でよくある質問と回答について説明します。 では始めていきましょう。USB とはユニバーサルシリアルバスの頭文字 U と S と B をつなぎ合わせて USB と呼ばれています。パソコンやスマホと周辺機器を接続するための技術のことです。1996年に USB1.0 ができてからバージョンが上がっていって、昨年 USB4.0 が発表されました。 現在ではパソコンやスマホ以外にも非常に多くの機器に USB 端子がついています。USB 端子がついている機器の一部を紹介します。パソコンのキーボードやマウスなどの入力装置、プリンターなどの出力装置、ディスプレイやデジカメなどの映像、画像装置にもついています。ハードディスクや SSD などの記憶装置にもついています。 最近では電源のみの利用ですが、扇風機や加湿器などもパソコンに接続して使用されています。それからスマートフォンをお持ちの方で、モバイルバッテリーをお使いの方も多いと思いますが、モバイルバッテリーにも USB 端子がついています。たくさんの機器に USB 端子がついていることがお分かりいただけたかと思います。USB 端子は USB の決まりごと。 つまり、規格に合わせて作られています。この USB の規格は大きく2つ、端子の規格と通信速度の規格に分けることができます。端子の規格はタイプ A、B、C、ミニやマイクロという種類があり、主に端子の大きさや形が決められています。もうちょっと詳しく見ていきます。パソコンやスマホ、周辺機器で 使われるタイプ A、B、C について見ていきます。パソコンやスマホではタイプ A やタイプ C の端子を差し込む口がついています。プリンターなどパソコンの周辺機器にはタイプ B の端子を差し込む穴がついています。機器と機器をつなぐときにケーブルを使います。ここで紹介するのはケーブルの端の形のことを言います。 まず Type-A について説明します。Type-A の端子は平べったい長方形の形をしています。USB2.0 と3.0、どちらも同じ形をしています。見た目でわかりやすくするために、USB3.0 では先端の金属の内側が青、または水色になっていることが多いです。表の中の一つのマスに二つの画像がありますが、 左側がケーブルの写真。右側は端子の断面の形になっています。次にタイプ B です。USB2.0 も3.0も台形のような形になっています。3.0の方がより上に出っ張っています。t y p e C は USB3.0 の後の USB3.1 で決まった規格です。 そのため、USB2.0 の Type-C の端子はありません。デジタルカメラやスマホなどで使われる端子の形状、ミニとマイクロについて説明します。ミニとマイクロ、どちらも A と B があるのですが、現在、ミニもマイクロも A はほとんど使われていないので、B だけ説明します。ミニ B はデジタルカメラなどで 使われていますが USB2.0 のみで USB3.0 はありませんこれまで説明してきたタイプ A よりも小さく端子の上と下では大きさが違いますマイクロの B はスマホで使われることが多いです USB2.0 のマイクロはミニよりもさらに小さいのですが形がミニと似ています上下の大きさが違うのと 平べったい形になっているのが特徴です。USB 3.0のマイクロは山が2つになっています。端子の説明をしてきましたが、実際のケーブルではどうなっているのか紹介します。左の写真は片方が Type-A、もう片方が Type-C のケーブルです。右の写真では、最後のよくある質問でも紹介しますが、 USB の延長ケーブルで、片方がタイプ A のメス、もう片方がタイプ A のオスのケーブルです。差し込む側の端子をオス、差し込まれる側の端子をメスと言います。端子の組み合わせはたくさんあるので、ケーブルの種類もたくさんあります。ちょっと話は変わって、iPhone のケーブルについても紹介します。 iPhone に接続するケーブルは、左の図のようなライトニング端子が使われています。iPhone とパソコンの接続には USB-C、ライトニングケーブルや、ライトニング、USB ケーブルが使われます。ライトニング端子は USB の規格ではありません。次に USB 規格の2つ目、通信速度の規格について説明していきます。 通信速度の規格については、USB 規格の歴史を先に説明した方が理解しやすいと思いますので、簡単に USB の歴史を説明します。USB2.0 の規格は2000年4月に決定されました。この時の規格の名称は USB2.0 となりました。USB3.0 の規格は2008年11月に決定されました。 この時の企画の名称は USB 3.0となりました。2013年8月、USB 3.0が USB 3.1に更新されました。この時、これまでの USB 3.0という名称で呼んでいたものを USB 3.1Generation 1, ジェネレーション1更新した USB 3.1を USB 3.1Generation 2 呼ぶよよううにししと決まりまりたちょっとわかりにくいですよね。2017年9月、USB3.1 は USB3.2 に更新されました。この時、さらに名称の更新も行われました。USB3.0 は USB3.2Generation1。USB3.1 は USB3.2Generation2。 USB 3.2は USB 3.2Generation 2x2 と呼ぶことにしようと決まりました。規格の名称がたくさん出てきたので覚え方を説明します。USB で Generation 1と書いてあれば USB 3.0のことを表します。Generation 2と書いてあれば USB 3.1のことを表します。Generation 2x2 と書いてあれば USB 3.2のことを表します。このように覚えれば多少覚えやすくなると思います。USB 端子がついている機器や USB ケーブルには USB 3.0と書いてあったり USB 3 1一ジェネレーションワ1と書いてあったりまちまちなのでこの動画で覚えたことを思い出していただければと思います。忘れてしまったきはまたこの動画を見に来ていただければと思います。 通信速度の話に戻します。この表は USB の規格名と規格名のシンボル、通信速度をまとめたものです。USB3.0 からシンボルに SS という文字が追加され、右上に数字が追加されました。この数字、通信速度を表しています。2.0では 480Mbps だった通信速度が USB3.2 では 約40倍の 20Gbps になりました。参考までに家庭で使われているネットワーク、LAN ケーブルを使う有線 LAN、Wi-Fi を使う無線 LAN の通信速度は早くても 1Gbps 程度なので、表に書き加えるとこのようになり、USB 3.0よりは遅いということになります。パソコンの後ろには USB 端子がついています。 3台のパソコンを例に USB 端子を見てみます。するとこのように先ほどのシンボルが書いてあります。オレンジで囲ってある端子は SS と書いてありますから USB3.0。緑で囲ってある端子は SS の右上に10または10と書いてありますから USB3.1 であることがわかります。 それから一番左では USB 3.1の端子の内側は青。真ん中では水色。一番右では緑と色は特に決まっていないということがわかります。シンボルで確認するようにしましょう。USB の通信速度の説明をしたので通信速度が速い方が便利な機器をピックアップしてみました。特に映像機器。 記録装置、通信装置などはデータのやり取りをするため、USB2.0 よりは3.0、3.0よりは3.1に対応した機器を選ぶと、データをやり取りする時間が短くなるので便利です。最後、USB のよくある質問を3つ紹介します。まず最初の質問。ノートパソコンを使っているのですが、USB を挿すところが足りません。 どうしたらいいでしょうかこの質問に対する回答です。USB ハブを使いましょう。電源タップはコンセント一つを使って差し込み口を増やしますが、USB も同じように USB ハブというキ,ッキーを使うと複数に増やすことができます。1000円程度で買えるものからありますので、このようなお悩みがある方は USB ハブで検索してみましょう。 次の質問です。ノートパソコンに LAN ケーブルを挿すところがありません。USB で拡張できますかこのような質問もよくあります。回答はできますになります。ノートパソコンを使っていると LAN の差し込み口がなかったりします。このような時には変換アダプターを使うことで拡張することができます。 デスクトップパソコンも変換アダプターを使うことで拡張することができます。ここに映っているのは Type-C の端子を使って Type-A や LAN、HDMI を使えるようにする変換アダプターです。最後の質問です。USB を延長したいです。延長ケーブルってありますかここではパソコンとプリンターの例を挙げて説明します。 最近は Wi-Fi 対応のプリンターもありますが、USB ケーブルで接続している場合も結構あります。USB2.0 の場合、機器と機器をつなぐ USB ケーブルは5メートルまでと決まっています。しかし、もっと離れた場所で使いたい時もあると思います。この場合、延長ケーブルで15メートルまで延長できるので、 5メートルと15メートル、合わせて20メートルまで離れた場所で使うことができます。延長ケーブルは右側の写真にある通り、片方の端子はオス、もう片方の端子はメスになっています。最後までご視聴いただきありがとうございました。このチャンネルでは IT 初心者、中級者向けに IT に関する情報を配信しています。 皆さんの役に立つ情報を配信していますので、よろしければチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。また動画配信します。お楽しみに。